次に笠井亮君。笠井君。日本共産党の笠井亮です。政府は、今週3月22日安全保障関連法の施行日を来週3月29日ということでにする政令を閣議決定しました。中谷防衛大臣は当日の記者会見で、安保法制で拡大する自衛隊の任務のうち、他国軍との宿営地の共同防衛、米軍等の武器等防護について法施行後も当面運用を見送る考えを示しました。若宮防衛副大臣、その理由は何でしょうか。若宮防衛副大臣。笠井にお答えさせていただきます。今委員がご指摘になりました、大臣の会見3月22日、行われたものでございますが、この新たな法律によりまして、与えられた任務につきましては、まずはこれ隊員の安全を確実に確保することと、それからまた適切に任務を遂行するためには、あらゆる面でやはり万全の体制を整わなければいけないというふうに考えているところでございます。それには教育訓練も含めまして、周到なる準備が必要だというふうに思っているところでございます。大臣のこの発言のご趣旨でございますけれども、南スーダンのこの PKO につきましては、これまでも要員を交代する前にあらかじめ国内におきまして、十分な準備と訓練しっかりと行った上で要員を派遣しているところでございますが、現在活動中の第9次の要員につきましては、まずこの国内での準備訓練を実施してございません。またこの5月から6月にかけまして出国を予定いたしておりますこの第10次の要員につきましても、国内での準備訓練ということがこの法律施行後の十分な期間というものがまだ時間的に不足をしているものでございますから、この9次要員および10次要員につきましては、まず現時点での宿営地 この共同防護を行わせる予定というのがないということをこの申し上げたところでございます。それからまた武器等の防護につきましてもですね、これまた米軍との十分なまずは理解をしていただくということが必要でございまして、このアメリカとの必要な説明調整に行うのと並行いたしまして、またこの私どもの方の部内の規則類の整備に向けても必要なる作業を行っているところでございまして、現時点ではなかなか今のスケジュールのところで具体的に申し上げることは難しいございますものですから、このような趣旨の会見をさせていただいたところでございます。笠井君。現時点で宿営地の共同防衛を行う予定はないということでありますが、今後、必要な準備が、整えば南スーダンに派遣する自衛隊 PKO 部隊に宿営地の共同防衛を行わせるということなんでしょうか。若宮副大臣。委員長。今現在具体的なですね、時期とか全く決まっておりませんが、先ほどちょっと答弁申し上げましたけれども、やはりさまざまな意味でいろんな部隊の演練をしっかりといたしませんと、隊員の安全ですとか、またその能力を高める努力というものをですね、不断に行いまして、それをフィードバックした上で内容を充実をしっかり固めて、年には念を入れたというふうに考えているところでございますので、今のところまだ具体的には決まっていないところでございます。笠井君。要するに今後のことを聞いているんですが、準備を整えるという話をされたので、整えば南スーダンの派遣部隊に共同防衛の任務を付与すると、こういうことになるんですねと聞いているんです。若宮副大臣。今ですね、その準備を進めているところでございましてですね、まだ具体的なところがですね、はっきりと申し上げられる段階にないものですから、ご了解を。いずれの段階ではということになろうかとは思いますが、まだ具体的には決まってないということです。笠井君。いずれの段階ではそういうことになると。で、南スーダンでは先週3月16日の党委員会でも指摘しましたが、2013年12月に大統領派と前副大統領派との武力衝突が発生しました。その際、一部報道によれば国連のアンミス司令部が大量の避難民を収容した首都ジバのトンピン地区にある宿営地を各国軍の部隊で共同防衛することを決めたわけですが、自衛隊は国内法を理由に拒否せざるを得なかったと報じられております。この事実関係について記した防衛庁提出の文書があります。先週取り上げました
陸自の研究本部の内部文書、南スーダン派遣施設隊第5次、要員にかかる教訓用法のことでありますけれども、若宮副大臣、この文書の11ページに、状況等というところがありますが、1と2というところにはどのようなことが書いてあるでしょうか。委員長。若宮副大臣。これは、前回と読み上げる形で、はい、よろしくございますか。はい、かしこまりました。今、笠井委員が、ご指摘になりましたところでございますが、読み上げさせていただきます。平成25年12月に発生した、武力衝突事案は、首都ジュバにおいては、12月の18日までに衝突は徐々に収束したものの、その後ジョイグレイ州やユニティ州の州都を中心に飛び火し、軍内の衝突が急速に地方まで拡大した。2番目でございますが、同月24日朝、アンミスの DSS、これは治安安全部門顧問でございますが、から UN トンピン地区警備施設強化命令がメールにて伝達され、トンピン地区の東西にフェンス付近のゲートや新たな防廊の設置、監視網、火網の連携、清掃等の実施事項が示され、火網の連携を除く事項を実施した。以上でございます。笠井君。当時アンミスの司令部から宿営地の警備施設強化命令が自衛隊部隊を含む各国軍の部隊に配置されたということであります。そこでこの文書で除くとされて今最後に言われました、カモの連携というのはどういうことなんですか。若宮副大臣。このカモの連携という言葉でございますが、私どもの、この自衛隊といたしましてはですね、この正式な定義は実のところ、ございません。で、具体的にこの何を意味をしているかというのは、これ先般も申し上げましたこの一部隊のこの隊員の記録でございますので、明らかではないんですが、いわゆる国語辞典とか、広辞典等で調べますとですね、火網とは各種の鉄砲を銃を縦横でございますがに発射して、弾道の網を張り巡らされた状態にすることというふうにございます。そうするとこの火網の連携ということでございますが、この連携という言葉の、通常の、認識といいましたか、解釈から考え合わせますと、通常ですとその、例えばこう襲撃をされて、しまったときに監視の要員が互いにこう身を守るために、やむを得ずですね、こう相互連携してこのある程度相手から攻撃をされないように自分のことを守る、相互にカバーをするといったことを意味するものではないかというふうに思われるところでございます。笠井君。そのカモの連携を含む実施事項が示されて、アミシ司令部から命令が下されたと。でその命令に対して自衛隊の PK 部隊はカモを除く事項を実施したということで先ほど話があったわけですが、この内部文書の同じページの備考の欄にはどのようにありますでしょうか。ちょっと紹介してください。若宮防衛副大臣。はい、これも同じく読める形でよろしくございますか。はい、この67ページあるうちの11ページの備考欄でございますが、カモの連携は UN トンピン地区への武装勢力の侵入阻止を狙いとしており、その実効性を高める上で隣接部隊間の相互支援は不可欠である。しかし我が国の従来の憲法界において違憲とされる武力行使に当たるとされていたため、他国軍との間での火網の連携は実現困難と見られていたものの、今後の法整備の状況によっては連携の調整もあり得るというふうに書いてございます。笠井君。そうしますとね、当時は他国軍との火網の連携というのは憲法違反の武力行使に当たると判断して自衛隊 PK 部隊は実施しなかったということであります。でこの備考欄によれば、今後の法整備の状況によっては、つまり安保法制に基づいて宿営地の共同防衛が任務付与されれば火網の連携の調整もあり得るということがいうことになるわけです。だからこの安保法制の下で今後アンミス司令部から他国との火網の連携を命じられても、今度は除くことが
なく調整が可能になると。要するに自衛隊 PK 部隊は今度は拒否できなくなるということになるんじゃないですか。若宮副大臣。はい、まずその加茂の連携とですね、この宿営地の共同防護というのはこれまた同じかどうかという意味のことというのもあろうかと思うんですが、今委員のご指摘になったものに点につきましてはですね、その時点の状況をですね、やはり総合的に勘案しながらですね、具体的に私どもとしてどういった対応が可能なのかということをやはり決めていくことになろうかと思います。笠井君。その時点という状況といいますけれども、あの時には結局日本の憲法があるからこれはできないということで除いたということが書いてあるわけですね、防衛省 の研究所の本部の中には。で今度はだからそういう理由が立たなくなるから、そういう命令が来た時にはそれは除外されないということになるんじゃないですか。今度はできるでしょうって言われるでしょう。だって若宮副大臣。はい、ですね、その一個人のですね、やはりその見解が述べられたのが先般もちょっと申し上げたんですが、文書でこの内容でございましてですね、これは防衛省としての見解にはなっているというわけではないんでございますが、そもそもですね、この今この加茂の連携という言葉を使っておりますが、これが宿営地共同防衛そのものを意味しているというわけではないかと思うんですけれども、現時点ではですね、この共同防護を行わせるという予定はございません。それからまたやはりこの先ほど申し上げましたように、そのいろんな周到な準備をきちっと行って、各種の検討は行っているところではございますけれども、いつからその行わせるかということにつきましてもですね、具体的な時期についてはまだ確定してないという状況でございます。いずれにいたしましてもこの準備訓練というのはしっかりと行いまして、実際の具体的な状況を踏まえながらですね、その時点で、自衛隊が何ができるかということを実施可能な任務を適切に果たしてまいりたいというふうに考えております。笠井君。これ一個人じゃないですよ。陸上自衛隊研究本部として出した文書でしょ。しかも今言われたように、あの時にアンミスから実施事項の中に加茂連携を含むものが示されたと。でそれを除いたものはやったっていうふうに書いてある。これ事実とやったわけですから、そういうことになってくるわけで、結局今度は言われたら断れないっていう話になると。最後に岸田大臣に伺いますが、大臣万法制施行日を決めた閣議決定に加われたわけですけれども、駆けつけ警護や安全確保業務に加えて宿営地の共同防衛などについてまで隊員の安全の確保を図ると、冒頭に副大臣からありましたが、そういうことなどを理由に29日の法制後も当面の運用を見送るというわけでありますが、準備重ねて、そして状況を見ながらということで、やるほど危険な任務をなぜ自衛隊の PKO 部隊等に付与する必要があるのかと。これやめるべきだと思うんですが、大臣いかがでしょうか。岸田外務大臣。新しい法制によって新たに付与される任務あるいは権限につきましては、ただいま防衛副大臣から説明がありましたように、さらなるこの準備あるいは訓練あるいはこの諸外国への丁寧な説明が必要であるということであります。ぜひ、こうした準備を、さまざまな準備をしっかりこの行うことによって平和安全法制がこの本来のしっかりとした目的を果たすべく、引き続き努力をしていかなければならないと考えます。外務省としましても各国に対する説明等においてしっかり貢献をしていきたいと考えます。笠井君。時間来たから終わりますが、当面の運用を見送るほど殺し殺される危険があると。でそもそもその安保法制というのは施行ではなく、きっぱりと廃止すべきだと強く申し上げて質問を終わります。